こんばんは。ありがとうございます。今日もお疲れ様みんな。カリタン一番ありがとう。早いね。そうなの、私さっきまで野球見てまして、初の金メダルなんですよね、あのオリンピックの野球日本。すごいですよね本当。今日たまたまあのつけたら 見れて、まあ、割と最初からあの半分くらいかなから見れて、よかった、めっちゃ嬉しかったです。猫さんのりたーまーありがとう今日ねそうなの、あのまた皆さんにこう見ていただける時が来ると思うけど、今日はその野菜の収穫をしに行ってきまして、もうすっごい野菜取れたんですよ。本当にめっちゃ野菜取れたから、またそれ見てほしいな、ぜひ。よいしょ。ヒロさん、大工さん、大文字のケンさん、てるてるさん、ユッキーさん、フジモンさん、ゆういちさん、あらなみ、たくさん、ぐっちー、ありがとうございます。あ、まささんもありがとう。いいね、ルイボスティ。ベクポワさん、あさみさん、コロボウ、ありがとうございます。あ、羊羹いいね。あ、食べますよ、羊羹好きだから。あの茶道やってた時もよくね、夏は羊羹が出てたので恋しくて食べる時あります。美味しいよね。おひつりさん、おいし、あの取れたての野菜ちょっとねかじらせてもらって、食べさせてもらってめっちゃ美味しかった。あのミニトマトとかもあるんですけど、それもね美味しかったです。ローマ字のマスさん、ゆまくまさん、おさぴーさん、なおたさんよね、また来てくれて、ありがとう。かんちゃん言ったかな、ありがとう。ゆきさん、だるまハット、ありがとう。よしーパパさん、でかちゃん、ダーシャハさん、おきおききさん、なおさん、あ、魚住さん、お疲れ様です、ありがとうございます。めっちゃ良きです、夏野菜ほんまに。大将さん、さとまささん、やっくん、でかちゃん、元気です、ありがとう。ハムさん、ねえ見てました野球。ナスがひなほちゃんの顔より大きくてびっくりで、いやナス本当に大きいからね、見てほしい。あ、他にね写真撮ってるんですけど、これ見てほしいんだよ。ちょっと待って、これこのナスの大きさをちょっとみんなに知らせたいこれちょっと前の画像です。ナスね、どれだっけな、これ、私はこれをナスソードと呼んでいたんですが、あ、これもう大きすぎた、入りきらんわ。これ見て、このナスソード、もう大きすぎてびっくりしたぐらい、もうすんごい長いんですよこのナス。こういうのがいっぱいなっとって、そうなんよ、めっちゃ大きかったですこのナス。ゴーヤとかもそうやけど、そして天気がまた良くてめっちゃ良かったですよ。ゆまくまさん、ローマ字のまささん、ありがとうございます。あ、ここ読んどったね。あ、これだ、サマーラムさん、流星さん、大文字のくにさん、しげさん、いずきゅんさん、ゆうさん、ありがとう。さとちゃんこんばんは。そうそう、金メダルラッシュだよね今本当に。ちょっと戻します。いやすごい、今日何個取ったんだろう。なんか通知でもすごいメダル取ってるって思って通知が来るんですけど、こんな誰々が何々取りましたっていう、あの携帯でね。がっくんさん、のんちゃんさん、やまぴー、ありがとうございます。あきやん、山下さん、ありがとう。今日祭りだ、ありがとうございます。山下さん、村ぴーさん、ありがとうございます。外で撮影をしてきました。あ、トキキさん、野菜は好き嫌いないの。それがないんですよ、それ小さい時からないんですよ私。野菜だけはずっと好きなんですよね、ちっちゃい時から。魚介類はねダメだったんですけど、もう大人になるちょい前くらいまで魚介類ダメだったんだけど、ちょっと食べれるようになりましたね魚介類も。ドームさん、ありがとうございます。あ、大工さん、ナスが好きなんですか。足もめっちゃ好きですナス。ロッピーさん、ありがとう。焼き鳥屋いいね
ロッピーさん収穫されたいのですか。カリタン祭りでありがとう。そうなんよケンスケ、取ったどうっていう顔です。あれはありがとう。カリタンめっちゃいただいてありがとう。祭りだ。のんちゃんさんアイスありがとう。しょうぶーさんストリートくんありがとうございます。カリタンカウントありがとう。ルンルンルン、え、どこ行ったっけ。のんちゃんさん祭りだありがとう。あ、バクさん見ながら毎日床で力尽きて寝ますって。オリンピックね、オリンピック見るん力いりますよね本当にね。そうかそうか。ユキーさんプチありがとう。いやそうなんですよ、見ました見ました。土ちょっとでも、まあ、愛媛だけじゃないんだけど、ちょっとずつ感染が広がってきてね、みんな対策しようね。きちんとライブもありますが、 SN の収穫楽しかったよめっちゃ。いやそうなんやけどね、あの取った野菜はみんなで山分けして帰ったんですけど、トマト果汁 100% さんありがとうございます。カリタン祭りだ。大将さん祭りだありがとう。須田ひろふみさん、つっこーさんこんばんは、ありがとうございます。ごえもんさんありがとう。収穫した野菜もらってきたよ。もうもらって全部置いたやつ写真撮ってるんやけど、それはあれかな、あのオンエアというかその当日のに見ていただいた方がいいかも。かげちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。青文字のけんさん祭りだありがとうございます。まー、あ、ちゃん一ノ城新田さんありがとうございます。いやめっちゃそれすごいやん、青空レストランも出演マジかやねってのりたまが。まー、あ、ちゃん祭りだありがとう。ひろひなさん卵みたいですか私、ほんとありがとうみちゃおさんいらっしゃい。まだおさんありがとう。あ、そうなんだ、土ナス苦手なの。そうか、ナス苦手な人多いですよね。なんかナスとトマトとピーマンは苦手な人多いよね。結構大人になってもトマトかな、トマトがなんか一番多い気がする。なんかよく聞くトマト食べれない人。猫ならずさんありがとうございます。そうなのよ、松山長ナス、どうなんやろ、名前あるのかな。ナスそうなえ、そうなの。豆柴さん、え、しかも激メガさん帰ってきてるってこと今。プチありがとう。はたぶさんと本当ですか。やろうでかちゃん、ナスでかいやろ。ナスそうなそう、ヒロピーさん、大阪ブルースさんありがとう。ハムさん今日暑かったね、ほんと暑かったです。外のやつ、まあでもあの暑いけど絶対焼けたくないけん。いやホノピーの方がすごかったけどね。ホノピーも見えなかったから、もう顔がもう全部隠しとって。やけど私もできる限りあの日焼け対策したから、もう一個も焼けてないです今日。ほんとに一個も焼けてない。よし、ゆきさんこんばんはありがとうございます。は、めがみさん来てくれとるじゃんありがとう。美味しそう。あらなみ、北海道のトウモロコシ絶対美味しい。ふじも、あ、言ったよねプチありがとう。あー、コロボ焼きナスしたいですよ。ハルポン言ってた、焼きナスするって。ゆきさんこんばんはありがとうございます。初見さんかな、ゆきさん。あ、GB さんいいねありがとうございます。 GB って何の略なんだろう。グッジョブとかかな。35分、え、ありがとう、いきなり5分遅れてる。あ、そうなんや。なんか台風の影響なのかね、すごい雨降るかもってね明日。おっきいさんありがとうございます。あー、それ私も思ってました。野球ね見てたから。10時半までに終わりましたね。おさぴさん金魚すくいありがとうございます。
サカピーさん、こんばんは。ありがとうございます。お野菜の収穫お疲れ様です。ありがとうございます。ほろよいしょうえいさんじゃん、ありがとうございます。きなこいさん、こんばんは。あ、え、めっちゃ増えとるね。私見た時よりめっちゃ増えとる。それ金27も取ってるの。銀12、銅17、合計6、56？ すごー、56個だってメダル2本。すごー、過去最多らしいです。スイカも好きよ、荒波。あ、スイカ苦手な人多いわ。母もスイカ苦手なんですよ。確かに確かに。なんで苦手なん、スイカって。あれかな、ちょっと青っぽい味がするからかな。なんで苦手なんだろう。マスさん、プチありがとうございます。今日は海鮮丼いいですね。あ、待って待って待って、あったあったあった。いない、でいいな、おやつにご飯やどう、リュンリュンリュン。ダーシャーさん、スイカありがとう。小江さんありがとう。ノブさん、ありがとうございます。収穫もバリ多いです。本当にバリ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 多いです。ブーちゃんさん、ありがとう。ノラギツネさん、こんばんは。イズキュンさん、祭りだ、ありがとう。千葉さん、こんばんは、ありがとう。 GB さん、チリリン、ありがとう。え、そうなの、コロボーも農業、農家されてるんですか。農業か、農業。キュウリ植えてるんだって、すごっ。私も今日ね、収穫してみて、え、めっちゃ育ててみたいと思って。辰野倉さん、みやびさん、ありがとうございます。え、もうそんなになるかね。2年ぶり荒波に会うの。ほんと、もうちょいですね。ワンガンさん、セミありがとうございます。台風怖いね、来てるみたいだから。そうなんよ。ケンスケ、セミありがとう。あ、ふわり言っとったの今日。よっきー。いや、ふわりは焼けるよ。焼けはもう大丈夫よ。もうね、収穫してない時は常にずっとね、あ、今日はずっともう長袖だったよ。まず長袖長ズボンで、でタオルをこう首に巻いて、帽子をつけて、日傘をさしてみたいなもう誰かわからん感じになってた、ずっと。ようちゃん、こんばんは、ありがとうございます。ロッピーさん、いいね。兄と弟と子供2人は今から麻雀卓を囲むらしいで。え、子供さんってことですか。やばやば。あ、何をしたいのかわからなくて、ずっと悩んでた毎日、夢もないまま変わらない時間を過ごしてた。ありがとう。フォアラブカラバーナ。ターボーさん、ありがとう、嬉しいな。ひろひなさん、プチありがとうございます。ありがとうめっちゃ応援してくれて。 RTD。 ダシャハさん、スイカありがとうございます。で、さっきテレビで見るまで気づかんかったんやけど、オリンピック明日までなんやね。なんかこう始まるときは結構長い期間やるんだなと思ってたけど、いざ明日終わるとなるとすっごい早く感じたの。ダシャハさん、スイカありがとう。ノーさん、こんばんは。浅はかのヒーローさん、こんばんは。めっちゃ好きやん、トマト。毎日食べてるんだって。Z さん、チョリース、ありがとう。ワンガンさん、金魚バッチ。ケンスケ、かわいい。ありがとうございます。イナッチさん、アントワーヌさん、日焼け大丈夫だったよ。もう今日はもう、暑さはもう我慢して。そうですよね、アントワンヌさん、ずっと外でお仕事されるから、もう照り返しとかもすごいからな。
ねえマササって噂、金メダルやったよ。バンクーバーさんありがとう。野良ギツネさんスイカありがとうございます。何それ、緑のナスがあるんですか、イズキュンさん。え、バンクーバーさんセミありがとうございます。あ、そうなん、山下さんナス、あ、そうそう、ナス天ぷらだったら食べれるっていう人おるよね、スタジオにもいらっしゃるわ。ほんと天ぷらはだね、なんでも美味しいけんね。ドナルドさんこんばんは、ありがとう。あやかさんいらっしゃいませ。あの野球のツイート見ておりましたあやかさんスイカありがとうございます。そう見られとると思って。それはすごい、クラッシャーノブさん、すごい。4人ですかそれ。野球勝ったと同時に留意層上がったんだって、すっご。マイカグラさん、小泉さん、セミありがとう。ピルクルこんばんは、ありがとうございます。あー確かにネギね、焼き加減で甘くなるよなって言ってる。あ、私もハムさんぜひ今後何かそういうみんなでね集まれるようで、集まれるようになったら麻雀オフ会とかしたいですよね、ハムさん。ムラチンありがとう、初見ですってなってる。オカムさんありがとうございます。ナスをね、天ぷら美味しい。あ、パスタね、ナスのあのあれでしょ、あのオレンジ、あの ミートみたいなやつ。ケンシロウさん、ヨッチさん、シロクマさんありがとうございます。野良ギツネさんこんばんは、ありがとうございます。そうそう、ロッピーさん愛媛の配信のやつです。あ、違う違う違う、みんながあの見れるやつ、ここ多分ショールームでやるんじゃないかなと思います。ひなほうほのピーハルポーの有志映像見れるのかなって。そうなの、めっちゃ楽しんでるわよ、収穫本当に。え、そうなの、女神さんそんなにムキムキになってるんですか。すごい、お仕事の関係ですよね。そうなんや。おひつりさんプチありがとうございます。おー偉い、僕も日焼け止め塗りまくってウォーキングしてますって言ってる。はっ、のりたまセミ陽気ありがとう。はちみつイズム U-NEXT で見たよって、もう配信されてますよね今。 U-NEXT で前に出演させていただいた岡崎恋愛司教っていう映画のね、その4つ短編の物語が合わさったものが岡崎恋愛司教っていうものなんですけど、その中の一つのハチミツイズムっていう物語の中に滝山さんと4人で出演させてもらっとって、ぜひ見てくれたら嬉しいです。 U-NEXT 入ってくれてる方、入ってる方はぜひ。どこまで読めたっけ。あ、グッチフルありがとう、初フリありがとうございます。今日も熱々、はじめさんありがとう、まだおさんありがとう、ゆっきーさん、セミありがとうございます。今日も今日早いじゃろ。あ、大文字のけんさん、セミありがとうございますグエと言わなってしまった。あ、確かになんかめっちゃフランと言わんなったかもしれない、ゆきさん。そうなんよ、土家でね野菜スムージー作りたんよね、せっかくやから。あ、えなさんだ、えなさん、えなルームのえなさん来てくださってます。あ、フルトありがとうございます、いつもフルありがとうございます、フルしてもらって。そうですよ、13日まで1週間来てますよね。何かライトとか準備するものはありますかって。あ、いや、タオルとか持ってくれ
ってたらそれ回してくれるのも嬉しいですし、あと曲を新曲とかもあるのでぜひ聴いてくれとったら、なんかこう乗れる感じで覚えるというか聴いてもらってたら嬉しいですね。やっぱこうライブも曲ね知ってめっちゃ知ってて、こう自分の上がる曲とかがこうかかるとすごい楽しいですよね、ライブ。本当に虹郎さんこんばんは。あ、写真じゃなくて収録してもらったから動画で乗りますね、虹色さん。え、なんて読みするんだろう。リドフォーアーマンドコトさんかな、アーマンドコトさん、ありがとうございます。てっちゃんめっちゃ食べてる、カツ丼とザルそばとアクエリアス、えごみゆきさんカウントありがとうございます。コウジこんばんは、ありがとうございます。あー、女神さんお盆休みで帰ってきてるんや。そうかそうか。おばばさんこんばんは、ありがとうございます。あ、本当だ、台風9号と甲子園がぶつかっちゃうかな、もしかして。え、待って、大丈夫かな。あ、家庭菜園か、めっちゃいいじゃん。無農薬で作ってるんだって、すごい。結構大きいのできるんじゃない、すごい。ナスの花がめっちゃ綺麗でびっくりした、今日撮るときに花が咲いとって、ナスとあとオクラの花も可愛かったし。デメキンさんこんばんは。あ、言ったか。ノブさんフルありがとうございます。やがて訪れた夜、さよならの声、忘れはしないよ。ありがとう、オーケストラ。アトキキさん全然私も見よったし、セミありがとう、野球。メイツさんこんばんは、ありがとうございます。いや、あれは感動するよね、ポップマスターさん金メダルに泣いてしまったって言ってる。よっちゃんカウントありがとう。ナスは大好き、漬物も好きだけど、ナスの漬物は苦手。あ、合わさったは無理ってことね。おひなは好き。あ、確かにね、ナスの漬物あんまり食べたことないけど、確かに。あ、でも普通に好きかな、ナスの漬物だよね。なんかこう食感が違うよね、他の漬物と。ナスの漬物ってコリコリじゃないというか。本当ね体調か、体調。野菜生活しますか。私もしたいんですよ、今日収穫行ってみてから。大文字のマサさんこんばんは、ありがとうございます。おー、リッキーさん、え、雨降ってたんですか今日。あれかな、台風とかじゃないかな、影響。そうかそうか。ローマ字のマサさんフルありがとうございます、フル。いや、あっという間だったね、オリンピック。ケンスケ、ヨッピーさんフルありがとうございます。今日もファンクラブブログにメンバーと、あ、ホノピーと花火、そう、めっちゃ楽しかった。私今年初花火かなと思うんですけど。いや、まずね、愛媛ってさ、マジでないとこはほんと街灯がなくて真っ暗なんですよ。でもその分星がめちゃめちゃ綺麗に見えるんですよね。そうなんよ。もし愛媛に来て、まあ、町の方はちょっとダメやけど、なんだろう、ちょっと夜道歩いてみるときにぜひ星眺めてみてほしいな。めっちゃ綺麗なんで。ヨッピーさんフルありがとうございます。まーちゃんフルありがとうございます。
新東京さんいらっしゃい、ありがとう。村上さんありがとう。あ、そうだ、本当だ、女子バスケがねまだ見れますよね。え、競輪男子も、え、見たいな、めっちゃ。大きいさん、メイツさん、カウントありがとうございます。え、え、そうなの。ナスは緑もあるし白もあるし、白と紫のゼブラ柄もあるんだって。ゼブラ柄、ゼブラ色、すごい。ピルクルセミありがとうございます。大将さん、おる、今日もありがとう。あ、本当、お昼の仕事がお盆休みで休暇ですって言ってる。みんなお盆休み中、お店行ってらっしゃい、夜だからね。青メガネさん、ハートありがとう、たくさん。ねんねん、あ、見ました、ハルポーのインスタ、見た見た見た。あの昨日か、新しく載せてたやつもおしゃれだったね。あの白い服のびっくりしたぜ、あのドラム缶のお風呂、あんな荒野に、荒野、海か、あのあの海は誰も行かないのかな、すごいよねあれ、行きたいな私も。その日暮らしさん、セミありがとうございます。あ、リオさんこんばんは、ありがとう。ジビさんありがとうございます。衣装可愛いですよね、用意してくださったんですよ、あのピンクのやつ。マダオさんフル、ありがとうございます。収穫の時虫出ましたよ、蜂とかもいっぱい飛んどったし、雲みたいな、なんか緑のなんかこう、でもめっちゃ綺麗なんよ、なんやろあれ、何の虫なんやろとか、あの丸太とかどけたら、あのコオロギみたいなのがいっぱいボボボボボって出てきたりとかしました。キャーキャー言うて野菜収穫したのかいって、お湯、あのもうめっちゃみんなはしゃいでました、めちゃめちゃ。もういや、取れる野菜もすっごい大きいし、いいんですかって叫んでました。これもらっていいんですかって、あ、もう全部持って帰ってって言ってくださってめっちゃいただいた、ほんとキャベツとかももらったし。ドナルドさん、セミありがとうございます。フィジタンさんこんばんは。ヤッコンに、あ、ドームさんもカウントとフルだありがとうございます。今日も、あ、しっとりよ。私は今南の一つ星を見上げて誓った、どんな時も微笑みを絶やさずに歩いて行こうと。ひろひなさん、セミありがとうございます。楽しい木造建築さん、ありがとうございます。カタカナのカズさんこんばんは。カンちゃん、フロー、ありがとう。カンちゃん、マサさんもセミありがとうございます。明日からも頑張ってね。お盆休みなき、マサさんこの後かな。おしつりさん、セミありがとうございます。え、ほんまに、私終わり方もすごい良かったなと思ったんやけど、役ねば早いね、しかも見るの。よきよき。ヒロさん、カウントとフルありがとうございます。今日も川木ちゃんさんこんばんは。海道線五郎さんこんばんは、ありがとうございます。
え、本当大工さん、タオル回すの OK なんて NMB さんの公園では禁止されてますよって。本当、愛媛の時回してもらってたかな。おえー、ダメとは聞いてないかも。村小さい頃は神様がいて毎日夢を叶えてくれた。ありがとう。包まれたなら。え、すごいありがたい。え、ありがとうございます。えなさん、そんなに覚えてくださってるの。曲は全部歌詞まで完璧ですって言ってくださっとるんじゃけども、嬉しい。え、えなさん推し曲とかあるんですかね。推し曲というかなんか好きな曲。え、めっちゃ嬉しいですね、それ。ありがとうございます。宮内さん、ありがとうございます。今日もあ、ムラッピーさん、フル今日もありがとうございます。ムラッピーさん、フィズタンさん、カウントありがとう。ジージもフル、ありがとう。ジージ今日もオクラの花見たことないですか。なんかキュウリっぽくて、キュウリの花っぽくて黄色っぽかったかな。めっちゃ可愛かったです。あ、なんて読めしたらいいんだろう。 GYPSY さん、ジェプシーかさんかな、ジェプシーさんかな。ありがとうございます。こんばんは。お、エナさんによしんこよしんこ。マミシバさんからペガサスさん、ハートありがとうございます。ユッキーさん、フルありがとう。ユッキーさん、あの地平線輝くのはどこかに君を隠しているから。ありがとう。あら、ロッピーさん、ありがとう。ありがとうね、そんな中来てもろて。大阪、あ、おひつりさん、ホリミヤ面白いです、とても。あ、でもすごく、なんだろう、恋愛系になるので、というかね、あのホリミヤの面白さは、その主人公が堀さんと宮内、待って、何くんやったっけ、あの子だけじゃなくて、なんかいろんな恋関係がね、いろんなとこで始まっとって、それがこう向いたりこう向いたり、話がで、ちゃんとその子、その人の視点で物語が、あの、進んでったりとか、なんかそういうね、いろんな人のこういろんな思いが見れて面白いですよ、ホリミヤは。最初漫画を見てたんだけどね、ホリミヤ。あ、学校で収穫体験あるある。小学生の時だけだけど、トマトとゴーヤ育ててましたね。なんか、あの、低学年の時は何を育てるとかって決まっとんよ、確か。もうおぼろげにしか覚えてないけど、中学年でゴーヤ育ててみたいな。お花も育ててましたね、小学生の時。サルビアとか育ててた。マイカグラさん、フルありがとうございます。ボスさん、こんばんは、ありがとう。サカピーさん、フルー、ありがとうございます。芋掘りいいじゃん。じゃがいもいいじゃん、芋掘り。大文字のケンさん、フルー、ありがとう。ケンさん、今日も、あ、ジージハートめっちゃいただいて、ありがとうございます。ねえコロボ、キュウリの花も見てきました、めっちゃ綺麗でした。え、ありがとう、ウレピー、ありがとうございます。ね、夜星が綺麗なんよね、ケンスケ。え、ロッピーさんロマンチストだね。
女の子と同じ星を見つめていたいって語ったことがあるんだって。まー、あ、ちゃん、だるまありがとうございます。たくさん、上下さんありがとう、にじろさん、プチありがとうございます。最悪。そうなの、家庭菜園のトマトハウスが強風で吹っ飛んで壊れたらしいです。そのトマトどうにもならないの。もうおひつりさんハートありがとうございます。美味しそう、焼きそばにカレーって、もうがっつりやね。なおさん、いいねいいね。あ、そうなん、むらちん、じゃお家じゃないの今。お疲れ様、お休み、出張だって。金太郎さんこんばんは。ワンガンさんフルありがとうございます。あ、そうそう、ツイートしたんですけど、ロンロンによく夜中、まあ夜中ぐらいです、まあいつできる時にやってるんですけど、だいたい夜中ぐらいに配信後とかにロンロンしてるので、よかったら、よかったらね。私そのままアカウントもらってるから、武田ひな穂ってそのままフルネームで入ってるので、でロンロンのホームページ見たら今誰がオンライン中かっていうのも見れるんですよね。だから私がもしそこにいたら、あ、今いると思って入ってきてくれたら嬉しいです。プロの人、プロの方は乗るようになってるから、この左下ぐらいの枠かな。ぜひぜひ。浅はかなヒーローさん、セミありがとうございます。ゴエモン風呂、ローピーさん、それ入ってみたい。私入ったことないよ、ゴエモン風呂。ちょっと暑いんですよね、普通に沸かすより。なんか滝で薪で炊くからさ、湯加減むずくない？あ、隊長フルありがとうありがとうございます。あ、お仕事頑張ってね、明日朝から。タクさんもフルありがとう、タクさんそうだね、もしドラム缶のそのハルポンが行ったところにもし行けたら、写真撮ろうかな。めっちゃ映えとるもんな、あれ。あ、畑田さん来てくださっとった。読めなくてすみません。お菓子の畑田の社長の畑田康弘さん来てくださっております。来てくださっとりましたか。ありがとうございました、来てくださって。そうやそうや、お聞きしましたよ、ヨッピーさんと激メガさんと天海芝さん。わあ、めっちゃいい。おやすみなさい。いいないいな。あ、コロボおやすみ。待って、8分も遅れた、ごめんね、読むの遅くなって。ありがとう、コロボおやすみ。おさっぴーさんフルありがとうございます。今日ワクチン打って動かすと少し、あ、ワクチン打ってきたんや。それはやめん引くの、ちょっと熱出たかもって。1回目ですかね、ワクチン。あんあつさんこんばんは。リオさん早っ、おやすみ、カウントとセミありがとう。明日4時出発なんだって、やばやば。竹パパさんプチありがとうございます。いやー、それあるのかと思ってたんだけど、ないっぽいんですよ。やっぱ野菜はそのままずっと置いてたらダメやんか、傷んじゃうから、もう山分けして持って帰りました。ひなほクッキングやろうかと思ってたけど、あー、でも持って帰ってるやつが、でもほとんどね、おばあちゃんにあげちゃったんよな。おばあちゃんとおじいちゃんに収穫したやつ、なんか作ってくれるかな人頼みという。てるてるさんフルありがとう。てるてるさん、オリバさんこんばんは、ありがとう。オリバさん、そう、 GB さん割と幅広く、母とか祖母とよくカラオケに行ってたので、おばあちゃんとお母さんと、なんか覚えた曲がすごい幅広いというか。そうなんですよ。猫さんプチありがとうございます。
あ、イズキュンさんがいいことを言ってくれている。 U-NEXT は31日間無料視聴できるからみんな見れるよって。よき。え、エナさん嬉しい。すごいすごいところを言ってくれる。それ、ライブはライブが一番好きです。だってありがとうございます。嬉しい。そう、実はあれ入ってる、多分そのサブスクに入ってるやつは2番から始まる、あ違う、サビから始まるやつだと思うんですけど、あの本当にイントロから1番から始まるやつがあって、それもぜひ聞いてもらいたいなと思うんですよね。温泉工事さんね、お盆入ったんですか。みんなねちょいちょい入られてて、ゆっくりしてください。本当にカノーさん、奥様フルありがとうございます。今日もあ、そうや、え、昨日言ってた、2人がレスリングで金メダル取りましたってね、あの通知来ました。あのテレビでは見れてなかったんですけど、取ってるって、金メダルすごい。おひつりさんフルありがとうございます。はあ、Aメロやった、ごめん。全部終わったら君の隣が着地点、ちょっとまぶたに着して、次回のキスは黒いドレスで。ありがとう。あ、ペガサスさんフルありがとうございます。ありがとう。フジモンさんセミありがとうございます。アキラさんこんばんは。バリンチュさんこんばんは。ヤマピプチありがとうございます。あ、本当よかった、副反応なくて。ワクチン1回目でももう腕が痛いっていう方が結構いらっしゃるみたいやから、そっか、よかったよかった。あ、そうだそうだ、そうかも。ぬくめさん、あ、もうあんま覚えてないけど、甘い蜜のやつ、赤いやつ、サルビア、なんか赤くてちょっと細長い感じのやつかな。ゆういちさん、バンク、あ、間違えた、アントワーヌさん、フルーありがとうございます。フェルナンデスさんもだ、フルーありがとうございます。え、あ、バイキンマンはいいやつなんだけど、いたずらが過ぎるのがたまに傷なんだよな。出た、絶対に言わないアンパンマンゼリフ集。バイキンじゃないよね、今度はバイキンマンってちゃんと言うんやね。金ちゃんさんこんばんは、ありがとうございます。お、さつまいも掘り、おいしそう。さつまいも掘りか。リュウさんフルありがとうございます。すごい、農学部だったんですか、リュウさん。すごー、夏休みは研修という名の単位の高い収穫労働でした。だってそしたら何、あの育てるののプロってことじゃないですか。すごっ。ポップマスターさんありがとう。カレー焦げましたか。フルありがとう。ありがとうございます。バリンチュさんカウントありがとう。スヌーピーさんいらっしゃい、ありがとうございます。お、星野キャラメルさんこんばんは、ありがとうございます。悲しい。そうなの、大きいさん、あれかね、ちょっとロマンチストな方が苦手だったのか。いい良きやと思いますが、大きいさん。あ、ジビさんぜひ。そうなんですよ、夜中によくいます。タツノクラさん、バンクーバンさん、フルーありがとうございます。広くて狭い街だから、どこにいても何をしてても君のこと思い出す。ありがとう。そうなんですよ、コウジ、それがロンロンはあの一応パソコンでしかできなくなっておりまして、まあ、今後ねアプリとか出てくるかもしれないんですけど、今のところ
とろけるさん、こんばんは。ありがとうございます。すまちゃん、こんばんは。ありがとうございます。なーにゃさん、ありがとう。今日も衝撃。そうなんだ、おかきさん。ブラジルから来ていた人が日本の夏は暑いねと言ってたらしいです。ブラジルってどれくらいな、暑そうなイメージがあるけどな。そうなんや。ほやろ、とろけるさん、もうあれ以外にもめっちゃ大きいナスいっぱい取れたから。ひみこさん、こんばんは。ありがとうございます。えなさん、お野菜苦手なんですか？野菜好きですよ、私。とても。あ、のりたま振る。タピオカ、私のおいしいお友達だけど、おいしさおいしく伝えたいから、歌にして届けます。あー、歌詞がわからん。ありがとう。レンレンレン、残暑、あ、夏バテ、カズポいらっしゃい。夏バテ大丈夫？てっちゃん、一周ありがとう。あー、それ見てみたいと思ってるんよ。怪獣8号って面白いですか？結構グロいのかな、あれって。え、そうなの、サピーさん。そうかそうか、またお会いしましょう。ツアーで会えないんですね。のんびりしたいねんさん、こんばんは。おかむさん、フル、ありがとうございます。ひろひなさん、フル、ありがとうございます。あ、ほんと PC の調子悪い、大丈夫か？ほんとよ、大工さん風やん、それ。頑張れ、マイパソコン言うてる。ようちゃん、フル、ストリーミングハート。曖昧にしたいのさ、好きでいたって歪んでくないしょ。曖昧にしたいのさ、あなたふらってねなねならない成功。あれやこれや言いますが、どうか隠してみせてみたいな感じよね。懐かしい、ストリーミングハート。マリンチュさん、プチありがとう。ハラメタルン、ひらがなのカズさん、フルー、ありがとう。体力、タオル首に巻いてますよ。ありがとうございます。あれ、リュウさんの読めてないかな、私。のりたま、ちょっともう一回言う、振っとくわ。リュウさん、ありがとう、フルしてくれて。タロクセミ、ありがとうございます。あ、マサさんもフル、ありがとうございます。今日も初めて知った。ナスを切って塩もみしたものを我が家ではナスビのシャシャシャと言います。やって、それはマサさんの、あの家庭でのあれかな、生み出したやつ。すごっ。シャラクさん、こんばんは。ありがとうございます。スランプコー、いらっしゃい。ありがとう。歌にしてあなたに届けますか。そうかそうか。あ、グロくない、本当。見てみたいな、小江菜さん。はあ、ちょっと今読み切ったぞ一応。小江菜さん、フル、ありがとうございます。ごめん、ちょっとギフト読めてなくて。ローマ字のマサさん、竹、小江菜さんが音符ありがとう。GB さん、似合う、ありがとう。ノブさん、おさぴーさん、スイカ、ありがとう。あ、パシフィックさん、おさぴーさん、音符、ありがとうございます。ペガサさん、バラに小判、ありがとう。虹色さん、ダルマレンジャー、ありがとう。パシフィックさん、ゴエモンさん、スイカ、ありがとうございます。お、竹パパさん、金魚鉢、小江崎さん、おひつりさん、ダルマ、ありがとう。小江崎さん、ダルマレンジャー、小判、ありがとう、たくさん。おかきさん、ハート、ありがとうございます。
ペガサさん、ダルマレンジャーありがとう。アントワーヌさん、タツノクラさん、祭りだ、ありがとうございます。タツノクラさんに、リュウさん、ハートありがとう。てっちゃんに、パシフィックさん、祭りだ、ありがとうございます。おさっぴーさん、花束ありがとう。猫に小判、猫さんありがとう。おひつりさん、小判ありがとうございます。すまちゃんに、竹パパさん、祭りだ、ありがとう。ごえもんさん、スイカありがとう。のぶさん、レインボースター、ありがとうございます。おひつりさん、かわいい。こうじハート、ありがとう。おひつりさん、金魚。小石さん、音符ありがとう。太郎くん、スイカ、金魚ありがとう。ハートもたくさんありがとうございます。アントワンヌさん、コマンありがとう。ようちゃん、音符ありがとう。あ、ウマもだ、ありがとうございます。ありがとうもくれとる。ローマ字のマサさん、スイカありがとう。たくさん、ようちゃん、祭りだ。ペガサさん、めっちゃいただいてる、ダルマレンジャー。ようちゃんも、祭りだ、ありがとう。たくさん、あ、めっちゃいただいてる、ありがとうございます。ゆいさん、こんばんは、ありがとう。あ、そうそう、のりたま言ってくれてるんですけど、明日はね、あの明日のラジオで滝山がお休みになるんですよね。代わりに、あの、何の放送だったかな、放送があるみたいで、オリンピック関係だったかな。そうなの、そうなの。コージセミ、ありがとうございます。言えとったっけ。あ、そう、え、あ、そうなんですか。最高気温って東京の方が高いんですか。ゆうきさんが言ってる、言ってくれてる。ほんと、はい、ちょっとオートマタイム行こうかな。ゆいさん、いらっしゃい、ありがとう。あ、その日暮らしさん、お風呂ありがとうございます。今日も秋山さん、ありがとうございます。ありがとう、こんな頼りない、私と一緒にいてくれて。にがたん、とろけるさん、セミありがとうございます。な、あ、ほんとに青眼鏡さんが言ってくれてるけど、あの、さくらの写真集の予約、あれやね、先行予約があとちょっとで終わっちゃいます。一般発売はあるんですけど、先行予約で、あの、予約してもらったら、たくさん特典も作るのでね、ぜひ。写真集が出るのでね、さくら絶対美しいぞ。ミミックさん、こんばんは、ありがとうございます。はい、今日のトモティーナ行こうと思います。アニラジさん、いらっしゃい、ありがとう。はい、今日のお供、それはスターバーのモギュットピーチミルクウィズピーチジェリー。デデンデンデデンデン、かわいい、これ、パッケージが。またこれはまた、あの、コンビニで入手しました。わいわーい。うん、写真集一般発売やったら買えるよ、アービングさん。けどね、予約がね、もうちょいで終わるんですよ。ぜひぜひゲットしてくださいね。あ、今日買った、猫さん、ほんと。あ、待って、こっからこっからいけたね。ここから刺すのか。では、あ、よかった、振らないで大丈夫だ。音もある方、一緒に乾杯。あ、ルネッサンス、うん、うん、飲んだことない味がする、美味しい。あの、ゼリーがすごい、桃のゼリーだから、それ以外は本当にミルクっぽい、カフェオレっぽいミルクっぽい感じ。
でも結構あのピーチのゼリーと合ってて美味しい。すごいね、バランスよく味が。ピーチはなんだろう、この飲み物の味っていうよりかはゼリーがピーチって感じかな。どうぞ。もぎゅっと感、ほんとや、もぎゅっと感あるよ、めっちゃ食感が。うん、うん、まあね、ミルクって感じやね。そうやね、コーヒーとかじゃなくてミルクの味がピーチと合わさってるって感じ。美味しい。うん、結構甘めですね。そしてもぎゅっと感ってどんなんって言われたんやけど、どんなんって言うたらええんやろ。もぎゅっと感ね、難しい。まあ、ピーチの果実感がすごいあるから、もぎゅっ、食感かな、食感がもぎゅっもぎゅっとしてる。ゆうじさんカウントありがとう。果肉しか勝たん果肉しか勝たん。でもこれ果肉ではないよ、あのゼリー、ピーチのゼリーね。じゃあじゃあ、あーまた27分か、結構ギリギリになってしまいましたね。じゃあ、あー今日はお話にも出たのでこれにしようかな。今日はライブアライブでランキング読みしていきたいと思います。よし、ではさん、ありがとうございます。ラジオ今日もありがとう、たくさんありがとうございます。12位、ケンスケありがとう。ケンスケたくさんいただいてありがとうございます。お疲れいしょ。11位、ようちゃんありがとう。ようちゃんたくさんありがとう、いつもお疲れいしょ。10位、ワンガンボーイさんありがとう。ワンガンボーイさん10位です。今日もありがとうございます、たくさん。9位、のりたまありがとう。のりたま9位です、いつもありがとうございます、お疲れ様。8位、のぶさんありがとう。のぶさん8です、いつもありがとうございます。誕生お疲れ様。ラッキーセブン、ジャーニャン隊長ありがとう。今日も誕生ありがとうございます。明日はいい日になるぞい。ボボボン、ありがとう。6位、おひつりさんありがとう。おひつりさん6位、いつもありがとうございます。今日も男女ありがとう。そして、5位、ローマ字のマスさんありがとう。今日もありがとうございます、ありがとう。そして4位、小江さんありがとう。いつも男女ありがとうございます、お疲れ様。そして3位、あばん、ジージーありがとう。ジージー、いつも男女ありがとう、お疲れ様。そして2位、あばん、おさっぴーさんありがとう。おさっぴーさん2位です、いつもありがとうございます、お疲れ様。そして今日の第1位、あばん、君はペガサさんよー、ありがとう。ペガサさんいただきました、ありがとうございます。2472名様、たくさん来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです、ありがとう。
トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥル。よし、では最後カラオケを一曲歌って終わろうと思います。はいはい。あー、ペンをしまってきてしもうたかもしれない。あ、このカゴ入れたかな。あるか。オッケーオッケー、ありますあります。それでは何でもリクエストしてください。リクエストタイム用意スタート。君の知らないものだったらいいね。知らない物語。おい、本当本当、のりたまが言ってくれてる。小太郎さん、フルありがとう。今読めたよ、ありがとうございます。すごい、オーケストラ。あ、そうよね、本当にアイナジェンヌさんね。マリーゴールド、サソリ座の女、渋。レミューワーライオン、ここにしか咲かない花、ヨキ。花火、心を開いて実会。ミオナたちのならば、お、大声ダイヤモンド、プラネタリー、ナダ、そうそう、いいね。恋愛サーキュレーション、海の声いいね。一部と全部、プロミスダスター、奇跡、離れ離れの君、 You and I、 恋人ごっこ、コネクト、エール、お料理更新曲、オフコースでさよなら、君はロックを聴かない、君はそれ、忍者リボンボン、ラブイズオーバー、愛を込めた花束、空想フォレスト、おー、いいね。あなた解剖純恋歌、かまど炭治郎、紫陽花橋、ラブストーリーは突然に、のーネトゲハイジンシュプレ、今が夏だっていうやつ、曲、カブトムシ、晴れたらいいね、 PPAP PPAP、 カラオケにあるのかそれは。テッドラさん、今日くらいは、恋するフォーチュンクッキー、カブ&ムシ、カブ&ムシ、プリテンダー、決めます。うん、これにしよう今日は。ふいやー。